a c e は1946年にアラン・チューリングが設計したイギリスの初期のコンピュータである。1946年2月19日、チューリングは国立物理学研究所運営委員会に世界初のプログラム内蔵式コンピュータの完全な設計に関する論文を提出した。他の同時期のコンピュータと異なり ACE はチューリングが単独で設計したもので、 エドバックに関するジョンフォン・ノイマンの走行の影響を受けていない。ただし、これに対して全く逆の解釈を取る者もいる。NPL の数学部門にはコンピュータを実際に制作する能力がなかったため、通信研究所に制作を依頼した。しかし、トレは戦後の電話網の復興に忙しく、世論も ACE 開発には批判的であった。 このためチューリングは1947年に NPL を去った。しかし ACE は国家プロジェクトであったため中止することもできず、ジェームズ・ウェイチ・ウィルキンソンがプロジェクトを引き継ぎ、ハリー・ハスキーがこれを補佐した。1950年にはプロトタイプのパイロット ACE が完成し、1957年にはようやく ACE が完成する。しかし、完成した時には、 ACE はすでに時代遅れとなっていた。パイロット ACE パイロット ACE は約800本の真空管から構成され、水銀遅延線メモリを主記憶装置として使用した。メモリは当初3 2ビット1 2 8ワードであったが、後に352ワードに拡張されている。また、4 9 6ワードの次期ドラムメモリが1954年に追加されている。 基本動作周波数は1ヘルツであり、当時のイギリスのコンピュータでは最速である。遅延線メモリを使用しているため、命令実行時間は、その遅延に依存する。例えば加算は64マイクロ秒から1024マイクロ秒までの時間がかかる可能性がある。チューリングの命令セットでは必ず次の命令のアドレスを指定するようになっており、これはつまり、 プログラムをアドレス順に命令を配置する現在の方法とは異なっていて、ある命令を実行するときにちょうど遅延線メモリから、そのアドレスの内容が取り出せるように命令とデータを配置することで高速化を図る方式であった。ACE は48ビットワードである。約7000本の真空管と水銀遅延線メモリから構成されている。 乗算時間は約448マイクロ秒である。チューリングの ACE に関する報告書は1945年には完成しており、詳細な回路図も含まれていた。開発費用は11200ポンドと見積もられていた。エドバックにはない特徴として、サブルーチン呼び出しを実装していた点が挙げられる。また、アブリビエーテッドコンピューターインストラクションズという初期の プログラミング言語もあった。パイロット ACE は、イングリッシュエレクトリック社によって製品化され、デュースという名前で販売された。また、チューリングの元にいた、ハリー・ハスキーは1950年代に、アメリカで ACE のアーキテクチャを受け継いだベンディックス G-15 を発売した。ベンディックス G-15 の特徴の一つに、次期ドラムメモリの特定のトラックの一部分をお使い、 常にデータを読み出してはそれを書き戻すようにして任意の容量の遅延線メモリのようにして使っていたということが挙げられる。これは最適タイミング方式を受け継いだものであった。G-15 は日本に初めて輸入されたコンピュータでもあり、後の日本製コンピュータに影響を与えている。特に最初の輸入先の国鉄では直後に設計され実用運用された。 座席予約システムマルスのマーズ1への影響が大きいことが指摘されている。ありがとうございます。